ボクシング元世界チャンピオンの横浩輝です。今日はシャドーボクシングについて練習していきたいと思います。シャドーをやる上で気をつけてほしいポイントとか重要なポイントって、シャドーボクシングってどういうのを想定したトレーニングなんですか？してるときって何を意識してやったらいいんですかね？シャドウを見て全然相手の位置分かりますから、ね、相手のガードも下がってるところとか、相手のパンチが伸びてくるっていうと大体分かるから、シャドウを見たら有利でしょ。練習中に分析するときとかはシャドウを見たりとか相手の試合見たり、やっぱ家でやるなら鏡の前でやった方がいいですか？鏡やった方が分かりやすい。早くやるっていうよりかは丁寧にやるみたいな方がいいんですか？いや、慣れてきたら早くやる。スペインつけた方がやっぱり有利ですから、相手に早く。足も動かすんですか？足も動かしてくれるんですね。フットワークもやっぱり速い方がいいんですか？いろいろタイプがありますからね。足のタイプもあれば、足使わない、使わないタイプもいけますし、個人差ですね。基本とかをおさらいするときに家で自習練の感じでやる。リングにロープ張ってる茶道の練習してる人いたんですけど、あれもやった方がいいんですか？まあ、どっちでもいいね。はい、この動画を見て茶道ボクシングの練習をしてください。それとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。